マイクロソフト社とイギリス BAE 社との軍需関連で協業するとの情報をキャッチしました。今回は、この BAE 社とマイクロソフト社との協業を詳しく見ていきますね。これって日本も影響するのではと考えるのは私だけでしょうか。イギリスの BAE システムズ社といえば、同国ハンプシャー州のファンボローに本社を構える軍需関連の航空宇宙分野、情報セキュリティ分野の複合コングロマリットとして、広く世界的にも認知された存在である。BAE システムズ社が扱う軍需関連の製品は、戦車等の装甲車両から、ユーロファイタータイフーン1式の戦闘機、アスチュート級攻撃型原子力潜水艦など幅広いが、こうした兵器単体に止まらず、システム体系にも及ぶ。ことに、戦闘機に関して、BAE システムズ社は、アメリカの航空宇宙企業の大手2社である、ロッキード・マーチン社やボーイング社と共に、西側諸国を代表する規模であり、その三大企業の一翼を担うまでに至っている。ただし、2023年時点での西側諸国の戦闘機開発という視点からは、いわゆる第5世代戦闘機以後は、F-2 にラプター、F-3 ゴライトニング2を世に送り出したロッキード・マーチン社がその優位性を確立していることは間違いない。BAE システムズ社も自国イギリスとイタリアとスウェーデンが参画する FCAS フューチャーコンバットエアーシステムとして第6世代機開発を目指すテンペスト計画を進めて巻き返しを図ろうとの動きを見せていた。このテンペスト計画を半ば踏襲するような形で、スウェーデンに代えて、日本が参画を行ったものが、2022年12月に正式発表された GCAP、グローバルコンバットエアープログラムであり、やはり、次世代の戦闘機を含む、航空システムの構築を掲げている。GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおいては、日本は、太平洋戦争後に、初めてアメリカ以外の国との合同での戦闘機開発を行う事例となっており、その真価が問われることは間違いないだろう。これまで日本が戦闘機開発において協業していたのは、近年は現行の F-2 戦闘機をはじめ、やはり圧倒的にロッキード・マーチン社が中心であったが、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでも、同社は、追販用の無人航空機には関与する方向のようだ。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを推進する拠点は、イギリスのロンドンに設置される合弁企業が担うとの観測も出ており、日本側が唱えていたような対等な共同開発には、疑義を示す声も聞こえてきている。一時は、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでの開発経費の安分比率は、イギリスに、日本に、イタリア、1との報道も、大手のマスメディアから行われたこともあったが、続報は、なく、事実は、否かは判然としていない。ただし、BAE システムズ社の母国であるイギリスに、開発の拠点たる合弁企業を設置するという方向性が出た時点から、費用の安分がいかなる比率であろうと、同国側が開発の主導権を握るということは、もはや確実だと思える。さて、そんなイギリスの BAE システムズ社だが、企業としては、1999年11月末に設立を迎えた形となっており、世界的な軍需関連の航空宇宙分野、情報セキュリティ分野の複合コングロマリット企業としては、一見歴史が浅いようにも見える。しかし、実際には、1977年に、イギリスに存在した4つの航空機製造企業が、1977年に、同国政府の国策によって、経営統合を行い、その結果誕生した、半ば国営企業のブリティッシュエアロスペース社が大元である。このブリティッシュエアロスペース社が、
当時のイギリスのサッチャー政権下の政策によって、1985年に再び国営企業から民営化され、さらにマルコーニ・エレクトロニック・システムズ社との合併を経て、今の BAE システムズ社となった。BAE システムズ社は、設立翌年の2000年以降は、宇宙開発やミサイル開発といった事業分野を他社に手放すのと並行し、逆に軍用車両製造企業を複数及び、ソフト開発企業等の買収を行うなど、積極的な M&A も実施している。イギリスにおいて、BAE システムズ社は、すでに2017年の時点で、同国内の製造業という括りでは最大の規模を誇る企業であったが、その手掛ける事業分野は軍需関連のみであり、同分野の専任企業として確固たる地位を築いている。これに対して日本の場合、太平洋戦争後に連合国の支配下に置かれ、兵器製造やその輸出に関しても非常に厳しい制限が課され、また自らも国内法によってそれらを規制してきたことから、軍需のみを事業分野とする企業はない。日本を代表する兵器製造企業は、三菱重工業者、川崎重工業者、IHI 社等々数々あれど、いずれも民生品の製造、生産による売り上げが企業としての中核を占めており、軍需製品の製造は、いわば国への奉仕、責務として継続している形に近い。日本でも近年は防衛装備の海外移転を緩和する措置を取り、こうした状況を打破しようとする試みも行われてはいるが、現在の兵器は単体ではなくシステム化が大半で、強力な国家を後ろ盾にしたバックアップがなければ購入先の獲得は困難だろう。さて、BAE システムズ社であるが、この2023年4月14日に、アメリカの IT 企業大手のマイクロソフト社と契約を締結したことが報告されており、マイクロソフト社からパブリッククラウドプラットフォームの提供を受けるとされている。このマイクロソフト社のパブリッククラウドプラットフォームのサービス名は、アズレといい、これを BAE システムズ社が活用することで、実際の軍事的な行動の中で得られた数々のデータを今後の製品開発に生かしていくという。マイクロソフト社のアズレは、BAE システムズ社が関わる膨大な量の軍事に対するデータに対して、それを解析し、かつシミュレーションを実施するほか、蓄積されたデータを生かし、軍需製品の設計、製造、運用という各ステータスを通したデジタル管理を行うとされている。こうした言葉のみでは、今回 BAE システムズ社がマイクロソフト社と締結した契約の中身が、なんとなくの概念としてしか想像できないが、要は、これまでも BAE システムズ社が推進してきたデジタルエンジニアリングをさらに推し進めることに貢献するのだろう。もう少し具体的に見ると、すでにBAE システムズ社とマイクロソフト社との協業によって、イギリス海軍が蓄積してきたデータへのアクセス手法の改善、海軍の戦術的情報の即時提供プログラム、航空プラットフォームへの更新ソフトなどの開発に着手している模様だ。BAE システムズ社側では、軍需関連企業や軍が利用することが可能なデータは膨大な上に多岐にわたり、例えばそれは軍事衛星や各種のレーダーセンサ類や艦艇等、そしてインターネット上の SNS にまで及ぶとしている。その上で BAE システムズ社はそうしたデータを有効に使用するためのインターフェースへのアクセスをマイクロソフト社との契約が容易にすると述べ、その果たす役割の大きさを高く評価し、かつ高度なセキュリティを兼ね備えているとしている。マイクロソフト社といえば、かつて、
1995年には、ユーザーインターフェースを飛躍的に高めた、パソコン用の OS、Windows 95によって、一世を風靡し、パソコンの世界的な普及と、その、ディファクトスタンダードな OS ソフトの地位を獲得したことが、よく知られている。未だ、パソコンの OS の世界では、マイクロソフト社の製品が、その地位を保ち続けてはいるとはいえ、個人的には、あまりにも、その状態が当たり前すぎて、また、ビジネスソフトの定番でもあるオフィスなども、アリューの中華製無料ソフトの反乱で、最近は目立たなくすら感じていた。ブラウザの分野では、マイクロソフト社のエッジは、かつてのインターネット、エクスプローラーのようなシェアは獲得できず、苦戦は強いられているが、それでも、同社は、2023年の時価総額でも、アメリカ企業としては、アップル社に次ぐ第2位を堅持している。